鬼頭リエは静岡県で活動するフリーアナウンサー。静岡県浜松品中区出身。身長163センチメートル。血液型は A 型。愛称はキトちゃん。兄弟は兄がいる。小学生時代、クラブは5年生から放送部。この部活での活動で自分で取材した情報をみんなに届けるのは面白いと思ったことや。 大好きな箱根駅伝に関わりたいと思ったことがアナウンサーを目指すようになったきっかけだという。子供の頃は中山美穂のファンだったという。子供の頃からラジオ好きで地元静岡放送のラジオの音楽番組で家族への誕生日メッセージを読まれて花をプレゼントされたことがあり、10代の頃には同じ SBS ラジオの番組、 デンジャラスのラジカルモンスターで何回か自分のハガキを読まれたことがある。浜松市立富三塚中学校、静岡県立浜松西高等学校、成城大学文芸学部卒業。学生時代にオーストラリアへに3ヶ月間の留学経験がある。また、大学時代には日テレイベントコンパニオンを務めており、番組アシスタントを務めて放送会のノウハウを学ぶ。 その後テレビ朝日アスクに通っていた。大学ではヨーロッパ文化学科に所属していたが、4年生時の就職活動が不調に終わったことから希望留年し、大学に5年在籍した。2003年の浜松祭りイメージガールミス浜松、祭りの一人に選ばれる。2005年に鹿児島読売テレビに入社。 同期は、佐古田恵里、高橋幸。2007年3月に、雇用手を退社し、中途採用試験を経て、同年4月から、出身地の地元局である静岡放送に、契約アナウンサーとして移籍した。同期は、高知放送から移籍した、高塚直子。祖父は、台湾人。親戚に、漫画家の高橋洋一がいる。2010年1月24日には、浜名湖。 ボートレース場で開催された新栄王座決定戦のラジオ中継にゲストパーソナリティとして出演した。2010年3月31日をもって SBS を契約終了のため退社。その後もフリーアナウンサーとして引き続き適当ナイトなどの静岡放送の番組を中心に活動している。2011年6月12日には 東日本大震災で被災した人々を励ます。イベント、富士の国豪号。キャンペーンの PR のため、TBS ラジオ、爆笑問題の日曜、サンデーに生出演した。参議院議員通常選挙の投票率アップを図ろうと、静岡県選挙管理委員会は2013年7月3日、田中広江、三木朝崎、青柳愛を含むフリーアナウンサー4人で、 静岡参院線つなぎ隊を結成した。2019年、第56回ギャラクシー賞、ラジオ部門 DJ パーソナリティ賞受賞。突起なき者は以前所属していた静岡放送の番組。テレビラジオフリー転校後静岡放送在籍時、鹿児島読売テレビ在籍時。ありがとうございます。